今回はチェーンソーの使用方法です。操作時はヘルメット、ゴーグル、手袋、チェーンソー防護ズボンを着用し、周囲の安全にも注意してください。まずチェーンソーの使用経験が少ない隊員に丸太を切ってもらいます。この隊員の操作には危険なポイントが3つあります。1つ目は木材の上に足を乗せていることです。力を入れるためについ乗せたくなりますが、切り終わった反動でバランスを崩したり足を滑らせたりします。しっかりと両足を地面につけて操作してください。2つ目は刃の延長線上に体の中心が来ていることです。キックバックが起こった際、体に当たってしまうことがあり、とても危険です。チェーンソーの延長線上には入らないようにしてください。万が一キックバックが起こっても被害を最小限に抑えるために、左手でフロントハンドル、右手でリアハンドルをしっかり保持して作業をしてください。危険なポイントの最後は上から切断しようとしていることです。上から切っていくと木の重みで切り口が左右から締まっていきます。こうなると途中でチェーンソーが詰まり、刃が動かなくなってしまいます。では次に訓練した隊員に切ってもらいます。まず刃の延長線上に体の中心がありません。これならキックバックが起こっても体に当たりにくいです。切り方も一度上から切り込みを入れ、その後下から切り進めています。こうすると刃が挟まることなく切断できます。 V 字に切り込みを入れることで刃を挟まらせない切り方もあります。ご紹介したのは使用方法の一例ですが、ぜひ参考にしてみてください。注意点をもう一度確認して安全に使用しましょう。